はい。えー、それではですね、えっ、ー、と、事後調査でもね、言ってた通り、えー、こちら予定通り行きましょう。えー、安田絹の後ですけど、えー、ね、正っ化したね、モレちゃん、えー、モレちゃんことモレイレが来るってことで、えー、勝手に勝負レス第10弾ですね。えー、こちら来てたいと思います。えー、サブタイトル、モレイラチョイスタイムってことで、 えー、事前調査で言った通りですね。あ、事後調査ですね。えっ、ー、と、まず、堀さんとこに最強外人と。で、まあ、大体いいね、東京でムーアさんとかね、えー、普段ならデムちゃん、ルメちゃんが乗ってくるわけですけど、明日はモレちゃんってこと。まあ、モレちゃんはですね、えっ、ー、と、去年ね、札幌でずっとね、えー、暴走してたようにですね、まあ、札幌はまあ、もう理解しましたってことなんですけど まあ、東京はね、まだね、そこまで走れてないんで、まあ、明日ね、この、たった一日で、どこまで活躍するか、ってことなんですけど、えー、まあ、でもね、一応、東京で、堀さんとこで、えーと、明日、ックラーですかね、乗ると。ね。で、こん中でどれか絞って紹介します、ってことやったんで、一応、せっかくなんでね、えー、明日一日しかないんで、どのレース絞るか、えー、決めたんで、紹介したいと思います。はい。 てことで、ね。漏れてるレースはどれやってことで。行きましょう。勝手に勝負レース10段。ね。えー、で、えー、っと、改めて見ますとですね、えー、っと、出てきましたけど、もう、漏れちゃんってだけで人気ですよ、これ。えー、堀さんとこ関係なくね、まあ、リンガスネオとかね、まあ、スネオとかはまあまあ、強いの分かるんですね。1.7倍。 中立さんとこですね。えー、まあ、スネオとか、あとですね、他にも,もね、データバリューとかね。えー、あと、えー、レッドアフレームも人気出てますわ。えー、コンテントメタマータは海外版なんでベースとして。えー、特に堀さんとこ以外でも人気出てます。むしろ堀さんとこに人気出てるぐらいですね。えー、すごいですね。1.7倍と、1.7倍と、6.2倍ですか ?3 等。堀さん以外のとこのが売れてますね、むしろ。 えー、まあまあある程度実績あるんで、で逆に言うと堀さん。 と、この、えー、6頭出てますけど、えー、ね、まあ、前奏全然あかんかった馬とかね、結構多い中での人気なんで、それかん、そのギャップ考えるとやっぱ堀さんとこの馬ってやっぱ売れるなーと思ってね、うん、前奏断敗しても売れるんでね、まあ、このインガスネオとかね、スネオとかは大体前奏2、3着やったから売れるとかあるんですけど、強い競馬してたっていうのね。やっぱノーバルーナとかね、えー、そこら辺はやっぱね、そういう関係なく売れてるなーと改めて思いました。はい。で、えー、この中でどれを紹介するかってことで、まお、あ、大津と相談しますってことだったんですけど、 えー、まあ、おずね、正直、ほぼほぼもうね、どっこいどこいですわ、里のビクトリーが美味しいんかなーってことで、里のビクトリーですかーってことあるんですけど。 えー、サトビクトリーだけちょっと紹介しておきましょうか。えー、5倍なんですけど、えー、確かにオッズ的には美味しいんですけど、えー、タラダインに、ね、オっず美味しいから買うっていうのじゃなくて、えー、やっぱりね、えー、5倍で2番人気しか出ないってことで、なんで逆に、逆に言うとなんでこの馬が人気出ないんかってことを考えないとですね、今後もね、やっぱりね、え、勝率上がっていかないと。回収率も上がっていかないと。まあ、回収率クソの私が言うのもなんですけど、えー、2番人気で5倍しか出ないと。 逆にね。なんでやってことで。えー、こう見てみてる見てみるとわかる通りですね。ムスター・ベイクとですね。ベルクですね。えっ、ー、と、あと、イノムスがいますね。うーん、ちょっとやっぱこの外人、えー、ルメちゃん、デムチャんもいますし、えー、ムスター・ベルクね。私なんか前ま登録してるんで、多分強かった馬だと思いますわ。はい。やっぱこういう相手考えるとですね、前走、しません。 ライアンムーンは一番人気で、あの、ライアンムーン直して7着と。で、こっからちょっと一変な7ヶ月空いてまあ、休み明けですけども、一、ま、変、あ、しますかーって、この5倍でちょっと、こう、使いづらいですね。まあ、皆さんもそんな感じだと思いますわ。やっぱりムスターベルク、あるいはイノムスの方がやっぱ力はあると。 えー、ちょっと相手関係見てる限り、サトノビクトリーがここ参照で帰るを図かって言うと、ちょっとまだうーんですね。まあ、勝ってもいいんですけど。えー、まあ、ムスターベルクが勝ちきるんちゃうかなと、個人的には思ってます。個人的にはですよ。わからないですけどね。ムスターベルクあるいは、えー、そうですね、イノムスも前走強い競馬しとったんで、やっぱりこの糸の方がやっぱ人気出るのは仕方ないなと。えー、ここはオズ図は多みあるか知らないですけど、ちょっと、期待値で考えるとちょっと低いかなと。で、えー、っと、おたしました。えー、今回ですね。 えー、勝負を決めたレース。こちらですね。はい。モレちゃん。ね。堀さん。ここは言ってません、ね。最強怪人で堀さん。で、堀さんとこと言いますと、えーと、まあ、毎回紹介してる通り、え新馬戦。特に2歳強いですね。もう早熟型って言うんですね。はい。仕上げるのめちゃくちゃ早いんで、うまいんで。で、あと、新馬戦といえば2歳。特にディープインパクトですね。 え最近、いろいろ出てますね。ルーラーシップとかね。えー、ダノンシャンティとか新しい、えー、3区出てますけど、えー、新しい3区出てきたところで、やっぱり1、2歳、あるいはまあ3歳でもは新馬戦、ね、早熟型で強いのはどの3区ですかって言ったら圧倒的にディープインポクトですね。はい。で、えー、今回、えー、そのレースがね、こちらですね。えー、東京5レース。しかも、えー、新馬戦の2歳新馬戦で東京マイル、戦力ですね。 もうディープインパクトの庭ですわ。えー、もう絶好の条件だと思います。はい。ということで、え街頭版。里のオンリーワンですね。えー、ね、えー、っと、ソウルインパクトの弟と、えー。で、1億3000万で買われてます。もう両血ですね。で、里見さんとこうな、ってことで、も、まあ、ある程度、えー、ね、 サトミサイルは、まあ、ある程度ね、実績あるんで、まあ、いいでしょう。ね、生産者も、シャーダイコーポレーション、シライファームってことで、全然いいでしょう。ね、で、状況主が、え、もう、さんと。文句ないですわ。唯一不安なんは、ちょっとね、リさんらしくない、このね、開幕週に、新馬戦バの多分、初めてだと思うんですけど、普段ね、リさん勝手に新馬戦ンとかね、最近ではね、もう、4月5月からね、もう、ほんま、し、 えー、三歳で、勝手に死んませんとかね。結構、遅、遅咲き言うんですかね。えー、仕上げて、仕上げて出してくる形が多いんですけど。えー、ちょっと今回限って、珍しくこの開幕、まだ馬がね、まだ完全に出来上が、出来上がって,ないってあれなんですけど、えー、他の馬とかね、出来上がってない中で出してくるってことで、ちょっと逆にちょっと不安はあるんですけど、えー、まあ、その裏をね、さらに返せば、えー、この時期に出てくるってことも相当自信があると。えー、そう思っております。 はい。まあ、もう仕上がってるでしょう。もう、まあ、お辞儀出してきてると思いますわ。で、アンジュもモレちゃん乗せてきてるんで、えー、もう、自信ある時にしか多分モレちゃんこんなまともに使ってこないと思うんで。まあまあまあ、たまたま今回来てるってのもあるんですけど。えー、モレちゃん、その、えー、堀さんゲットと。ナイスゲットですよ、これ。超ナイスゲットよ、これ。ね。で、まあ、5レースで、えっと、この前にですね、えっ、ー、と、東京3レース、4レースぐらいで芝の、えー、レースがあるんで、まあね、 この3、4レースで、えー、しっかりね、えー、ちょっと今、うちがね、えー、開けて、競馬してるって情報、えー、安田県でも見ましたけど、えー、そういう傾向をね、早くこの、えー、リー、ベリタブルと里のビクトリーで掴んでいただいて、どこ通ればいいとかね、どのペースでいったらいいっていうのもすぐ多分漏れちゃったらかると思うんで、その2レースをちょっとね、練習台にしてね、ここしんません、勝ってほしいなと思ってます。はい。で、えー、一応ですね、相手ですね。 えー、あと、えー、っと、対抗候補一応紹介した後はもうね、紐候補と。ね、ちょっと本命が人気出てるんで、えー、やっぱりある程度絞っていかないといけないんで、え、太だけですね、こちら。えー、ステルビオ、えー、前回言いましたね、ロードカノラ3区で、初のロードカノラ3区と。えー、で、 えー、まあ一応、えー、調教とか見る限りなんか強い内容やったんで、まあ一応こうとこうかなーと思って、まあまあちょっと過剰人気かもしれないんですけどね。ちょっとこの6番と12番の1、2番人気のワイドを見てみるともう2倍切るぐらいやったな、ね。ちょっとこれびっくりやな。 まあ、どっちかというと、スペルビアがちょっと過剰人気すぎやと思うんですけど、まあ、ロードカナ必サンク、まあまあまあ、中級見てる限り強かったんで、ええと思いますね。アンジョル・メイちゃんってことで、まあ、これでも人気出ますね。多分、ここら辺の理由でしょうね。あと、んでサンの、サンデレーシングとノーザンファームってとこで、ええー、ね、生産者、ええー、あるいは、ええー、生産者と、お、お、生産者と、馬主ですね。ええー、ここら辺問題ないと。ええー、一応押さえておきましょう。対抗候補で押さえます。 で、えっ、ー、と、3番定価ですね。えっ、ー、と、星マーク、えー、あと残り1、4、11、13、15となってまして、こちらはね、正直もう、しんばさたらね、あんまりね、ケットとかね、安城とかね、いろいろ見てもね、結局荒れるとき荒れるんで、えー、何で決めたかっていうともう超いい,いですね、これ。 はい。予想は超維持です。はい。えー、もう、調教動画、えー、新馬線なのに調教上動画が載っている、ま、立ち全員なんだだけです。こう超維持。ね。大体、調教動画載せてくれる、新馬線なのに調教動画載せてくれるとこって、まあ、あある程度、素質があるとかですね。話題性があるとか、えー、大体そういう形が載せてるはずなんで、確か。確かですよ。ね。 えー、それ考えると多少期待してんじゃないかなと思って、もう人気関係なく、えー、とりあえずこの、調教動画載ってる馬たちを選びました。ね。ローズキングダムとかエーシンフラッシュとかね。えー、結構、えー、フレッシュな、えー、し、シュボしがいるんで、まあこちら、抑えましたね。はい。えー、それだけです。超維持。予想は超維持。当たるかは知りません。はい。ね。本命対抗後へ、 と、穴が超強動画付き場ってことで。超いいしよ、これ。超いいしよ、これ。予想は超いいしよ。はい。で、えー、っと、こちらの10万円の行方ですけど、えー、まず、馬連で押さえておきましたね。えー、生またしようか迷ったんですけど馬連、生まれえー、一応4倍は生まれつくんで、6番、12番、本命対抗の生まれ4万円。ま、あこれで十分プラスと。で、本戦に近い方がこっちですよ。どっちかというと3連単。えー、もう、えー、里の倫は頭と。 で、えっと、相手が6頭ね。さっき言ったら6頭に流しますと。2000×30 点で、ね、6万円。ね。で、えー、すみません。このタイミングで申し訳ないんですけど、一応改めて見ておきましょう。えー、さっき言った堀さんとかモレラとかね、一応ね、まあえー、ザクッとした成績ですね。まず、モレちゃん。ね、買うならほぼほぼ単勝。まああるいは連までです。えー、正直三連系はいりません。三連系っていうか、副系はほぼいりません。もう、かめと単勝、あるいは生まれとかですね。 え大体1着がほぼほぼいいんで、はい。で、えっ、ー、と、まあ、札幌で去年活躍したんで,で、東京はね、特に確かに、まだ実績ないんですけども、明日ね、芝2レース頑張って、そこからね、えー、東京5レース目だけ頑張ってくださいと。はい、もう、すごいですね、もう成績、もう、ねえ、モレチャンマジックと言われてるように、もう、新番組勝利もある,あるあ、もう圧倒的強いんで。で、えと、ー、 と、これに続いて、まあ DV バックドの成績はもう割愛しますね。あとはですね、えっと、堀さんの成績ですね。堀さん、堀さん、はい。もう、堀さんとかも毎回説明してるもん、これ。えー、っと、これですね。えー、条件別実績ね。えー、もう、堀さんもある程度、いやもう相変わらずも一1着、え連、ー、まで3着ってほんま珍しいですね。普段大体この水色のゾーンが多い、ね、方が多いんですけど、もう、堀さんに限ってはもう頭と、ほぼほぼね。こんだけ頭が数多い,の多い、おぉ、珍しいですね。 マイルも実績あると。で、なんと言っても、えー、東京ですね。東京の中山の中でもやっぱ東京。ね、すごいですね。東京の勝率全体で23%あるんで、ちょっとこれ以上ですね。えー、すごいですね。えー、ボバ。24%。もすごいこれ。2歳。特にこれね。これが特にですね。2歳。もうほぼほぼ新んば未ミシュレルだと思いますよ。これ。2歳。ね。35%。ね、で、3着にあい50%しかないんで、もう勝率考えるとやっぱ単勝で行動が一番賢いと。ほんまね。はい。 えー、新シンバミ勝利ね。やっぱり2歳に続いてやっぱここですね。2歳シンバミ勝利がやっぱここが強いと。ね。やっぱ早熟系の仕上げが多いんで、ちょっとやっぱオープンクラスとかね、ちょっとやっぱ出てくるとやっぱ少ないですね。でまあ絶対やは少ないんで、やっぱり最初だけ買ってすいません、もう帰りますって感じが多いですね。まあ4歳でも悪くないんですけど成績全然悪くないんですけど、やっぱり早熟型はですね、どう考えてもね。で、買うなら東京中山とね。あんまり西来た時あんまり皮うまみないんで。 はい。こんなもんですかね。はい。明日は頑張って、掘り漏れ。でですね。まあ今日鳴る大きで、ルメちゃん外したわけですけど。ね。またこれですね。もう漏れちゃん今んかったらどうすんのって話よ、これ。ね。まさかの漏れちゃんこうへんかったら、これはもう知らんわ。 もれちゃんも木片んかったらもうこれ知らん。もう、がないとしか言わない、これね。も、まあ、れちゃん系変かったらもうね、もう、ちゃーん言うてるわ、これ。泣いてる俺多分これ。もう必死泣いてるわ。漏れちゃーん言うてるわ、これ。えぇ、ー、漏れちゃーん言うてるわ、これ。もうね、思わず島の上でもほんまもう、漏れちゃんだけにも漏れてるわ、ほんまこれ。もう大漏れ漏れや、これ。もう、ああ、う、放尿や、これ。大放尿や、これ。無理や、もう俺。 もれちゃんこれで外したら無理やもん。俺現実バケもこれ、ほまに買おう思ってもこれ。10万円は言いすぎやけどね。ある程度買おうかな思ってんやけどこれ。無理やと俺も漏れちゃうんや。叫けばこれもう。ちゃーいうとここれずっと。ずっともらしたこ俺も。もう漏れちゃん頼むわ、下。頼むもれちゃんもれちゃんコンテントメントがええから。里のだけ来て頼むわ。ここだけでいいや。サーベラージュとかいいや、これ。 頼むわ、里のオンリーワンだけ来て、オンリーワンだけ来て、ちゃんとね、長兄を見てる限りね、えー、サーベラージュとね、誰、えー、誰した、えー、里のティータンですかあの二頭とね、もう上、もう先輩やるとね、合わせましてね、やってるんで、やっぱ先輩やると合わせましてる時ってやっぱ強いんですよね。やっぱね、素質があるって分かってる人しかやっぱしないんで、そういう長兄は。そこへ頑張って。普段やっぱ未勝利とか、新馬戦やったらやっぱね、新馬の方やったらやっぱ未勝利とかとね、合わすんですけど、えー、もう500万くらい探してるんでね、頑張って。 オンリーワンモレチャしんど。あ、もう今、今もモレさよ、これ。応援すぎてモレスだ。味見た。前は。吐き替えたらいけれるはい。あ、しんど。はい。えー、ということで、明日は、えー、っと、こちらですね。えー、本命。えー、モレちゃんマジック。これもレイラディープ新馬戦せ2歳。もう、これさ、も勝利の方程式の出ていきましょう。これで2倍やったら旨味あるでしょう。ね。他のね。 えー、2. 何倍とか5倍とか比べて多、多分ここやと思いますわもん。カウンイだったら。はい。ということで、えっ、ー、と、本命、里のオンリーワン、えー、モレちゃんマジックで押しておきます。はい。東京これですね。明日12時25分発送です。うわあ、これ昼飯食うという時も俺押し込まれるよな、これ。最悪やな、これ。はい。以上であります。ご清聴ありがとうございました。